ついた。9年目の板山雄太郎です。まずは支配下になって、昨年タイガースの日本一の輪に入れなかったので、なんとか見返してやるという気持ちで頑張りたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。支配下、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。最初に聞いた時はどういう心境でしたか？来たかっていう、これからやってやろうっていう気持ちになりました。改めてなんですが、どういう形でこう聞いたんですか？試合後に、監督、井上監督に監督室に呼ばれて、なんで呼ばれたか分かるかって言われたんで、その日ちょっと内容的にも良くなかったんで、そのことかなっていうふうに言ったら、東京行ってこいっていうことだったんで、びっくりっていうか、しました。志田の昨日は合流即スタメンでしたけど、はい、心境的には昨日はどうでしたか？昼飯食うまではリラックスできたんですけど、昼飯食ってからはちょっともしかしたらあるかもっていうことは聞いてたんで、ちょっと吐きそうになってました。そうだったんですね。はい、いやでもその中でもこう昨日の試合というところでは守備機会もあってヒットも出ましたけど、どうでした？その後振り返って。そうですね。スタートの打席が最悪だったんで、でも切り替えてやるしかないと思って、最終的にヒットも出て、チームが勝ったんで、ヒロトもそうですけど、打ってくれた味方にも感謝っていう感謝の気持ちでいっぱいです。合流して、勝ちがついてよかったですね。その辺本当に救われた部分はありました。緊張とかは結構こうこれまでもするタイプ、試合に臨むタイプですか？それから昨日は特別？そうですね、やっぱり試合を重ねていければ多少余裕っていうか、慣れてくるんでしょうけど、やっぱり、今までも一軍の試合っていうのは緊張はしてました。記念球は戻って、今、自分の手元にあって、昨日はホテルから直接球場に今日来たので、まだ手元にあるので、今日試合が終わって家に帰ったら、妻か長男どっちかに渡したいと思います。過去にもこう記念球残ってるものとかって、初ヒットのボールと初ホームランのボールは、実家にあって、3年前の、優勝を争ってる時にビエイラ選手から東京ドームで打った時のウィニングボールは自分の家に飾ってます。なるほど、はい、じゃあまたドラゴンズで記念球たくさん増やしていっていただくというところで、頑張ります。そしてご自身では今どういう役割求められていると感じてますか？そうですね、やっぱり、いろんなとこ守れるっていうのが自分の特徴だと思うので、空いたところにっていうか、その与えられたところをしっかり守る、そして、バッティングでは、1本でも多くヒットを打って、貢献したいなと思ってます。ちょっと野球以外のところも伺えればと思うんですけど、ドラゴンズ入って3ヶ月ちょっと経ったと思うんですけど、慣れましたか、ドラゴンズのこう。
そうですね、はい、ファームでは若い選手がたくさんいる中ですごい明るい雰囲気でやれてましたし、まあ、一軍の方でも、まあ、一軍の方はまた違った緊張感の中で、昨日体感それを体感したので、はい、これからもっと慣れていくと思います。どういうタイプですか、性格的には。僕ですか僕はとりあえずは人見知りっていうか。あ、そうなんですね。仲良くなるのに時間がかかるというか。そうなんです。っていう感じだと自分では思ってます。なるほど、なるほど。はい、その中でもこうドラゴンズで気の合うなという選手だったり、仲良くなった選手って。そうです。まあタイガースから一緒にやってた安も山本もいるし、ファームでは川越が同級生でよく食事にも行ってたんで、はい。そこでいろんなドラゴンズの話を聞いたり、してました。結構同級生は近年こうドラゴンズ入った選手たち多いですよね、はい、そのあたりでこう結束じゃないですけど、そういうのってあったりするんですか。そうですね、まあ、周平曰くずっと同級生がいないっていうふうに言ってて、まあ、ここ何年かで増えて嬉しいって言ってたんで、はい、また、タイミング合えばみんなで食事でも行けたらなと思ってます、うん。大学の後輩もいるとは思うんですけど、はい、そのあたりはこう被ってはないわけですもんね、はい、そうですね、まあ、三木屋と日下と加藤ですかね、まあ、被ってはないですけど、同じグラウンドで汗を流した仲間っていうか、はい、後輩なんで、まあ、たまに昔のアジア大学時代の話をしたりして、はい、あんなこともあったなとか、はい、いろいろ話してます。結構ドラゴンズ若い選手多くて、結構一気に距離詰めてくるような選手たちもいるかなと思うんですけど、そのあたりどう来てほしいですか、後輩たちには。そうですね、まあファームの若い選手がどんどん話しかけてくれるんで、そういった面ではすごく、うん、明るい子も多いのでやりやすいなというふうには感じてます。読谷キャンプで、はい、インタビューした時に見返しつつっていう言葉があったのがすごく個人的にすごく印象に残っていて、はい、改めてそこへの思いっていうのはどういうところでしょうか。そうですね、まあ見返すというか、もう一度こうやって、野球ができる環境をくれたドラゴンズでは本当に感謝してますし、その喜びを、野球ができる喜びを、毎日感じながら、やっています。一軍でもフルス対決がまた来るかなというところもあるんですけど、はいはい、そこはどうでしょう。そうですね、やっぱり、負けたくないし、お世話になった方もいるので、いいところを見せたいなと思ってます。改めてこうずっとファンで、板山さんのファンでいる方だったり、はい、ドラゴンズ入って新しくファンになった方もいると思うんですけど、はい、そういったファンの皆さんに最後メッセージいただけますか。はい、昨日初ヒット打った時も、まあ、いろんな方からメッセージをもらって、本当にいろんな人に応援してもらってるんだなっていうのを感じましたし、ドラゴンズファンの方々でまだ僕を知らない人もいると思うので、僕の全力疾走、全力プレーをぜひ球場に見に来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい。ファンの皆さんはどうお呼びしたらいいですかね。なんて山本さんは安って呼んでほしいですって言ってたんですけど、はい、どうでしょう。僕は後輩にも年上の方にも板さんって呼ばれると思う。板さん、はい、それで、はい、お願いします。じゃあファンの方も板さんと声援を送ってもらえますか。はい、はい、お願いします。